大竹のもっと言いたい放題、今日はジャーナリスト青木修さんのコラムです。はい、よろしくお願いします。うん、お願いします。ラインナップの中に入ってなかったんですけれども、まあ、あの、今日、新聞各紙も大きく、うん、報じている。もう一つのテーマなんですけれど、うん、日本学術会議法。うんうん、<laughs> はい。 えー、改定案の今国会への、えー、提出というのを政府が断念をすることにしたと、はい、いうことなんですね。うん、でまああのーえー、各市、まあ、まあこれをある程度評価をするというようなんで、うんまあね、日本学術会議の、えー、梶田会長ご自身、まあ、政府の判断を歓迎したいというふうにおっしゃっていてさすがに。うん えこれだけ内外のまあ学術会議等の学術会議はもちろんですけれども内外の批判、反発というのを受けてまあまあ政府も一応断,言し断念したということを歓迎するようなトーンが出てきているんですけれどもね、はい、その今日お話ししたいのはやっぱりもうちょっと根本的な話ですよね。あの、うん 先週の,あの内閣法制局の話にもちょっと通じるんですけれども、まず一つはね、これ、そもそもから振り返ると、学術会議の,この会員の選考についての問題から始まったわけですね、2020年の10月に、当時の菅首相が、学術会議の推薦をした会員候補6人の任命を拒否したと。 でこれ一体なんで6人拒否したんだと、おかしいじゃないかと、うん、まあこれまでその学術会議がその推薦したのをきちんと任命してきたじゃないかと、うん、そういうことになってたじゃないかということなんだけれども、いま、うん、だにこれ、説明をしていない。うんえー、にもかかわらず、その今回、政府がその日本学術会議法の改定を訴えた理由っていうのは、先行過程のプロセスの透明化。 うん、というのが必要だということで選考諮問委員会の新設なんかを訴えてたわけですよね。うん、で今回も一応その担当している後藤経済産業担当大臣は、まあ、今後国会への改定案、えーえー、提出を断念すると言いながら、うん、その理由について、うん、まあ政府と決定的な決裂を招く恐それがあると。 語ると同時に、会員選考の際は、やっぱり最低限の透明性が確保されるべきだっていう考えを改めて強調しているんですね。で、結構一般の方の中にも、政府のね、お金が入っている以上、ある程度透明にするのは当然じゃないかっていうような声も一部にはあるんですけれども。うんうんうん 一つはちょっとこれ皮肉っぽくですけれどもしかし本当に重要な問題としていやいや、透明っていうんだったら6人拒否した理由をちゃんと説明してくださいよとそっちの方が先でしょうとその,その理由も説明しないで会員選考の透明性っていう政府も政府だなっていうのがまず一つなんですけれどももうちょっと大きな視野で言うとその先週の内閣法制局もそうなんですけれども。 まずそののの学術会議っってていいいううううはどもか問題ですよね、うんはい、あるいは学術科学とかアカデミーっていうものが国際的にどうなってるかっていうと、うん、やっぱり政府とか時の政権っていうのは非常にその、まあ、やっぱりこう任期の中で、うん、あるいはこう短期間の中である程度成果を出さなくちゃいけないっていうようなことが求められることが多いのでやっぱりどうしてもその政策だったりとかものの考え方だったりとかっていうものが 視野がこう狭くて短くなりがちな中でやっぱりアカデミーっていうのはやっぱり科学者たち、うん、あるいは学問の専門家たちがもっと長くて、うん、もっと広くてもっと根本的なところからそれはおかしいんじゃないのかっていうようなことを発するっていうことで。 そもそも時の政治とか政権というものとやっぱりそういう距離を置くからこそ学術というものがそういう的確なアドバイスあるいは人類史全体を見通したような提言ができるということで各国だからアカデミーというのは政府の組織だったりとかあるいは第三者機関的なものになったりとかするところも国によって違うんですけれども先進国では独立性を担保してるわけですね。で 僕が申し上げたい根本的なことって、うん、やっぱり民主主義社会 政府もちろん選挙で選ばれた政府政権が担うんだけれどもそこに権力を集中させるのは危ないとむしろそれに対してきちんと外部から独立性を持ってチェックをしたり批判をしたりとかあるいは監視をしたりとかおかしいんだったらおかしいって声を上げるような機関がやっぱりあればあるほど健全性が保たれるわけですよね。その点でうと学術会議ももちろんだし 内閣法制局っていうのはもちろん法制局長官っていうのは任命権はその内閣にあるんだけれどもしかしそこには手を突っ込まないとやっぱり法的安定性とことを考えれば法制局は法制局でこれまでの法解釈をきちんと言ってもらうっていうような時の政治権力のまあ,ある種の権欲さみたいなものがなくなると。 もう法制局長官も俺の言うこと聞け、うん、学術会議も俺の言うことを聞け、うん、で果ては、ね、これも無縁じゃないんですけれども、うん、先日明らかになって最近ちょっとまた議論なくなっちゃいましたけれども、うん、総務省の文書ですよね。うんはいうん あれもその時の,その総理補佐官が総務省の役人を呼び出してその俺に恥かかせたらどうなるか分かってんだろうなとか言いながらけけしからん番組は取り締まれという,ふうに言ったわけですねもちろんメディアっていうのはこれは政府と何の関係もない独立をしたあくまでも在野の存在なんだけれどもでも在野の存在としてメディアっていうのはやっぱり時の政治権力をきちんと監視をするっていう役目があるんだけれども時の政権の 補佐官が、うん、けしからんメディアは取り締まれ、うん、つまり自分たちの言うことを聞かないメディアは取り締まれっていう発想を持って、うん、で、まあ、我々メディアはそうですけど全般的にいつも議論になるように、うん、そのメディアの中に萎縮とか自粛とか忖度のムードが広がっちゃってると、うん、つまりこの国の時の、うん、特に安倍政権以降ですけれども、うん、動きを見ていると。 法制局ももそそううあるいは日銀でこれ金子先生がご専門なんで金子先生の方が詳しいですけれども日銀だってある程度っていうかちゃんと政府と独立を保たなきゃいけない学術会議もそうましてやメディアはもっとそう法制局長官もそうですけれどもそういう権力が集中しないための民主主義の仕組みみたいなものを平然とドタバタドタバタと壊そうとするっていうこの政権や政治の最近の姿勢っていうのは いくくらなんでもちょっと本当に勘弁してださいとだから学術会員に関して言うと今回この法律の提案室を一旦断念したようだからよろしかったなとは思うけれどもプロセスの透明性を高めようっていうんだったらせめて政府あなたたちが自分で説明してくださいっていうくらいのことはやった上で今後について考えていただきたいなというふうに思ってるんですけれども。 知性とかさ、うん、そういうことに関しての尊敬がどんどんなくなってきて、うん、そんな世の中やだわそうだねまあ、うん、その知性とかっていうものに対する、うんまあ、あるいは知識人とかっていうものに対する敬意もそうなんだけれども、うん、ただね、うんうん ありとあらゆる組織とかありとあらゆる権威ってものがその絶対的に正しい権威なんていうのはやっぱりないわけですよね。まあ、してや権力なんていうのはすべての権力っていうのがこういろんな意味で暴力性をはらんでいるわけですし過ちを内包しているそれはメディアもそうかもしれないわけですよね。だからこそ その権力っていうのは一箇所に集中させないでできるだけ分散させておいて相互に監視しながらチェックをしたりとか批判をしたりとかあるいは提言をしたりとかっていうのが必要なわけですよね、はい、でその作業ってなかなかまどろっこしいし、うん、そのこうなんていうのかななかなかこう前に進まないような印象があるかもしれないけれども、うん、そういうその装置を次々次々に外していくと、うん、結局その政治っていうのは独裁色を強めて、うん、あるいは先制色を強めて。うん こう暴走をする、うん、それはかつての日本の戦前もそうだったし、うん、まあ最近で言うとねロシアの政権っていうのも僕この番組でも紹介しましたけれども、うん、やっぱりロシアのプーチン政権っていうのが何でこんなことをしたかっていえば、うん、やっぱりこの10年20年くらいのロシアの内政を見ていくと、うん、やっぱり言論の自由。 メディア報道の自由、うん、あるいは政権に口うるさいメディア、うん、みたいなものを次々次々に潰されてきて、うん、で結果としてプーチンが先制,先制性を強めてつい、うん、にはこういうことが起きた。うんうんうん 歴史でも証明されていんだから何回も同じことをいつまで繰り返すんだとただ学術会議のことに関して言うとそれがこの国でも ING 系で起きていて今回はとりあえず断念させられたけれども物事の発想の根本を考えるとああこれで良かったですねって言えるような状況じゃないっていうことだけは。 権力が暴走しないようにいろんな歯止めがあるわけだけど、うん、それがメディアであったり内閣法制局であったり、うん、それから学術会議であったり、うん、それはもうあの政治はね政治家の人がやればいいんだけど、うん、この賢者たちの意見だからね,、うん、ね学術会議はこの意見をちゃんと聞いてそれでなんかこう一番最初に青木さんが言ったようにもう政治はあの 短距離で結果を求めたいと、うん、そういう時にちょっと待てよっていうのが学術会議だったりするわけだから、そう,ね、そういうところがなんかそこに透明性とかいろんなことを言う前に、ここかえって逆に独立性を高めて大事事なくしなくちゃいけないですよね。おっしゃる通りでございます。ありがとうございました。はい、来週月曜日のこの時間は経済アナリスト森永卓郎さんご登場です。大竹のもっと言いたい放題でした。